アズナカエボ、あるいはアズナカエは、ロシアのタタールスタン共和国南東部にある都市、アズナカエフスキー地区の行政中心地でもある。ブグリマベレベイ丘陵の中にあり、鎌川水系の行く川の左支流、ストヤルリャ川沿いに立つ。タタールスタンの首都火山からは南東へ3 7 6キロメートル。周囲は、石油産業の町が多く、西には、アリメチエフスクが、南西には、 ブグリマヤレニノゴルスクが南にはバブルイオクチャブリスキーがある。人口は2002年国勢調査で35,412人。アズナカエボの村は1762年に誕生し、1859年までには小さな聖堂のある村が形成されていた。1951年に油田が発見されると労働者集落がこの地にできた。 1956年には都市型集落となり、1987年には市となった。1999年には歴史博物館が開館し、1997年には白いモスクが新しく建設されている。町から5キロメートル離れた場所には標高3 3 4メートルの山があり、タタールスタンで最も高い山として、希少植物の多い山として親しまれている。 主な産業は原油及び天然ガスの採掘であり、タタールスタンの石油会社タトネフチの子会社、アズナカエフネフチが創業している。また石油関連の機械製造、繊維、食品などの工場も立地する。ボルガカ藩のウリアノフスクから、チシムイを経て、ウファに至る鉄道のユタザ駅が、最寄り駅で、町の中心からは南へ34キロメートル、離れている。ありがとうございます。